うだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕む。女の子がどこに行ったの。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。こいつ強えな。しちまうぞ。サンダーボルト。散り方をつけるとするか。行くぞ。そこをどき。その程度だ。
よし、行くか。キッ、行くわよ、サイクロン剣法。あちちちちちち、そこだ。うわ、休ませてくれてもよかったのに。助かるわ、サンジ君。いえいえ、男として当然です。そこどき、熱い。よし、行く。邪魔だ。おい、お前、下ろしちまうぞ。なめんじゃねえ。まずいわね、こいつ強いわ。交代だ。ど真ん中だ。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王。怪物と呼ばれようと俺は悪くないわね。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんだ、体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。
ルフィ、そのデカブツまだ生きてるぞ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。何を遊んでやがる。なんだ。みんな下がってろ。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわ。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。ぶっ飛ばしてやる。邪魔だ。おいお前、今行く。そっちけ。そこをどけ。トップグリーンの多彩性見せてくれよ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだ。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。俺の名はアディオ。食数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、このし何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ。そいつだ。なあ、お前さっきのやつ。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのこの島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の洞窟だ。だが、偶然漂着できちまう奴がいる。嵐を乗り越えてくるのは
海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかり。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだって。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受けるのよ。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの血のつながりがあるわけじゃないが、今は、だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも、手始めにそのあたりのノウハウを、あまり危険のない洞窟、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけば。そっ、本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな。あら、ここ風が気持ちいいわね。
じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。はっ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おっとっと、おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちをまた襲ってくるかもしれねえ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。おいルフィ、チャンスだ。おう、任せろ。さっさと飯にしよ。どれ。さあ、喧嘩だ。ぶっ飛べ。やるな、ルフィ。俺は負けねえ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。今の力を試すにはうってつけだな。くっ、まとめておろ。今行く。おら、ふう。俺はまだまだ強くなる。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。
れが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分、俺は先に戻ってるぞ。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があった。原因はわからないけど、何か大きな、ワッフルドを語る伝説の中に海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてる。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきた。もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはずいぶん古いもののようね。
何か光ってる。あれ、俺たちから抜け、この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。タヌキじゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえ。邪魔すんならぶっ飛ば。けど、なんだ。俺たちの縄張りに入ったやつ。何よ。ナミ、私たちは橋も。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。まだまだ。なめんじゃねえ。その程度だ。もらったぜ。金なら切るまでだ。間違ってもレディーにて。マナーがなってねえの。俺が相手だ。ドン。刃こぼれすら己の恥。任せろ。そっちか。刀のためにしてやる。キャプテンウソップ。これでどうだ。俺が相手になって今行く。マナーがなってねえの。
くれ。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待っ、マリモの奴には負けねえ。俺は強くならなくちゃ。私の成長は止まらないわ。俺、強くなった気がする。悪くないわね。なっ、モーキンさん、シマキロです。あの島なの、なんでだよ、上陸しねえ。島に近く、あっ、黙って闘病に。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。お、なんだ？体が軽くなったな。不思議ね、能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはな、伸びるな。かかってきやがる。ゴムゴムの。こぼれすらおん、そっちか。く
キン。くそー、ど真ん中だ。マナーの悪い野郎だ。圧倒的に俺が活躍したからといって小さい。よっしゃ、海の一流コックはようやく感覚が戻っ、修行の成果が出てきたね。私の成長は止まらないわ。少し強くなったぞ。必要な力なら残らず手にするわ。やってやるか。やる気みてえだな。よし、やるか。マナーがなってねえの。その程度だ。やるぞ。ここが正念場だ。おう、俺が相手だ。これでどうだ。よし、やる。俺のこの足はレディを守るため。この力があればマリモの奴には負けねえ。俺は勇敢なる海の戦士。目指すわ。やったー。怪物と呼ばれようと悪くないわね。いや待て、お前にはあれが見えない。安心して、あんたが血を吸われても大丈夫なわけあるか。おら、やるぞ。ど真ん中だ。行くぞ。そこをどけ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。この力があればここまで腕が上がるとは。
なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くとき。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてた。やっぱり消えるんじゃね。あいつ助け。切れたな。くそ、まだ腕が鈍ってやがる。俺の名はキャプテンウソップ。そこだ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。いい調子だ。目指すわ。俺強くな。よし。何かいるのか、こんなところに。じゃあやってやるか。おう。俺たちの邪魔す。なんじゃねえ。勝負だ。船長の。もっと強くなるぞ。いい調子だ。このキャプテンウソップに不可能など。技のキレが戻ってきたか。やったー。怪物と呼ばれようと必要な力なら。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。
てめえらが。そうだ、獣に。やってみる価値はありそうだな。今ならな、よーし、目指すわ。私の予報は百発百中、決して外さないわ。みんなの役に立って。少しは強く。てるな。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い。でもお前らた律儀なやつじゃ。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものを。洞窟で襲ってきたリス、メルビルにいたやつにそっくりだったな。メル、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったよな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。
嘘をつくまでもねえ。行くぞ。勝負だ。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。やったし、この島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。そのまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ近ああ、どんどん見つけて近っ前向きなのは結構。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから。お前たちが出会ったあの巨像、強く確かになかなか手強いやつ。あの巨像は炎の巨像といってな。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかは。どうしてそれがわかるのこれでも探検家の端、行動できる範囲は俺なりに調べて。ま、その目で見れば納得。準備ができたら声をかけろ。皆さん、次の探検に。そうね、一度。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ。アディオ、一つ聞いてもいい？なんだ？リムって言ったわよね、あの子。この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だ。だがたった一匹だけ。オウムがいた。そのオウム、今はどうしてるの？流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔う。そりゃ海賊嫌いになるのも。俺も許せないぞ。な、む、流れ者の海賊ごと。Thank you.
し、宴だ。宴だ。向こうにも何かあんのか？